布も買っちゃいました。ファスナーだけのつもりだ。こんにちは、うさんこです。今日はこのファスナーについてお話ししたいと思います。皆さんはファスナーの色どう決めていますか？何色にしようか迷った時は、ここにも使っているオフホワイトのファスナーを選びます。あとそれか、こちらの赤いポーチのように布の色に合わせたファスナーの色を選ぶことあります。ちょっと作品に個性を出したいときは、ファスナーの色まで結構こだわって選んじゃいます。ファスナーの種類や色たくさんあるんですが、とりあえずこれぐらい常備しとくといいかなというものを集めてみました。こちらを今回購入してきました。これぐらいのファスナーを準備していると色々と検討ができます。早速見ていきたいと思います。無難と思われる白いファスナー、何にも合いそうですよね。こちらは白いファスナーです。白ですね。で、先ほどのポーチはオフホワイト、白ではないんです。比べると違いがわかると思います。私としてはこの白いファスナーよりこのオフホワイト、きなりとも言うと思うんですが、こちらのファスナーの方が汎用性が高いと思います。白いファスナーでも問題ないんですが、比べてみるとオフホワイトの良さがわかります。白いファスナーもどの布にもよく合います。オフホワイトと比べると白い方がファスナー自身が主張するんです。オフホワイトの方が、まあ、作品全体として馴染みがいいっていうので、オフホワイトをおすすめしています。白の中でもこの金の金具じゃなくってシルバーの金具だったり、アンティークっぽい金具だとまたちょっと雰囲気も変わります。ゴールドと白の組み合わせは割とはっきりと目立ちます。白いファスナーでも金具がシルバーやアンティークっぽいものだと布との馴染みがまた違う印象になります。馴染みがいいといえばベージュもありますよね。ベージュはかなり印象が落ち着いた感じになります。作品の印象としてちょっと明るい感じにしたいのであれば、オフホワイトがいいかなと思います。白は明るい印象もありますし、清潔感も出てくると思います。この辺のファスナーの色はもう割とどれも鉄板といえば鉄板です。でも一押しはオフホワイト。まだまだね、たくさんファスナーあるので、他の色についても紹介していきます。ファスナーの色もそうなんですが、ここの金具の色も、あと金具の種類も割と影響力が大きいです。同じ色のファスナーでもこの金具の違いで微妙に印象が違ったりするので、お好みでいろいろ選んでみるというのも楽しいと思います。こちらジーンズ用って書いてあったと思うんですが、私ポーチにも普通に使っています。色の話に戻します。こちらは色相環です。色が輪になって並んでいます。この向かい合う2つの色が相性がいいとされています。あとこの三角とかこの二等辺三角形とかこの四角も、その組み合わせも相性がいいと言われています。向かい合う2つの色は補色と言います。赤の補色は緑になるんです。クリスマスカラーは補色の関係で、
とても相性がいいんですね。補色じゃなくてもこの生地の中の色を使ってファスナーを選ぶと全体として調和が取れた感じになります。このライオンさんとかクマさんとかの色のベージュを使っても馴染みがいいですよね。このグリーンは実はこのモミの木の色です。これもこうパッと明るくなるのでいいと思います。この縫い付けた方がずっとしっくりきます。生地で合わせてるより本当に縫い付けて作品の形として仕上がると本当に結構しっくりくるんですよね。補色の関係で選ぶという選び方は合わせやすいです。補色で選ばない場合はこの布に使ってある色で選びます。この中で色のイメージを考えてみます。大体色のイメージだとこの辺のものはちょっとこうメルヘンチックっていうか可愛らしい感じになります。この中に薄いピンクも混ぜてあげていいと思います。ピンクはピンクで割と奥が深かったりします。ピンクは色が淡い方の甘い女の子らしい幼い印象にはなります。濃くなるほど大人っぽくポップな印象に変わってきます。このショッキングピンクだと割とこう大人っぽい印象になります。意外に使いやすくって対応しちゃうのが赤みがかったこちらの黄色です。せっかくなので布に合わせて見ていきたいと思います。明るい印象にするならこちら、補色の緑やベージュを使うと落ち着いた印象にまとまります。次は赤い花柄と色違いのこちらの布です。赤みの強い明るいピンク、結構ポップな印象になります。いわゆるピンクっていうのかな、ちょっと淡いピンクだと可愛らしい印象、こちらのショッキングピンクだと大人っぽい感じになると思います。こちらのショッキングピンクのファスナーはこう金具が金じゃないんですよね。またそれもちょっと他の2つとは印象が異なると思います。甘さを避けるという意味ではこの4色がおすすめかなと思います。今までの紹介したファスナーの中にないんですが、実はいい色のファスナーがあってこちらです。こちらの赤みがかった紺色、青ではないんですね、赤みがかった紺色です。こちらは結構上品にまとまっておすすめです。こんな感じですかね。で、今更なんですけど、このサイズが書いてあるので分かりやすいかなと思ってこのタグつけておいたんですが、ちょっと外します。外した方が圧倒的に見やすいかもしれません。これからは外したもので合わせていきます。こちらの白い布、白い花柄の布はこの生地にいろんな色が入ってるので、もうどの色のファスナーも合います。アンティークっぽさ出したいならもうこういうアンティークゴールドの留め具を使うとかするのがいいかなと思います。同じ黄色でも比べておくと落ち着きが出るのがわかるかなと思います。もうこの生地は本当に何でも OK です。紫でも緑でも何でも合います。使いやすいと思います。こちらの布は単体で使ってもいいんですが、先ほどの青と赤い布と合わせるとそれもまたいい感じになると思うんですよね。合わせる際はここの切り返しを目立たせたいので、ファスナーは落ち着いた色味を
選んでこの切り返しを目立たせるっていうのがという考えもあります。オフホワイトのファスナーは青と赤共通してどちらにも合うと思います。赤いファスナーに合わせるのはこの緑補色の関係でこう目立ちそうなんですけど、赤と緑の補色の関係って見慣れていてすごい目立つっていうか新鮮さがあるわけではないので、緑とかもおすすめかなと思います。で青い方は、まあ、先ほどの赤みがかった紺色のファスナーがちょっとおしゃれでいいかなと思いました。こちらの生地は明るい印象にするんだったら黄色です。でアンティーク系だと落ち着いた感じ、ゴールドだとちょっと、まあ、華やかな感じになります。こちらの生地なんですが、こうどのボタンの色に着目するかでもこう合わせるファスナーは変わってくると思います。ピンクだったらこういうショッキングピンクを合わせると大人っぽくってこう落ち着いてて可愛い感じになるかなと思います。この中のピンクに着目して、ここもグラデーションになってるんですが、ファスナー選びしても面白いです。布にはないピンクを選ぶとまた印象が違って楽しいです。ボタンの色に着目するという意味ではこの緑の色に着目して、こんなこうパステルグリーンっていうかに合わせてもいいかもしれません。無難に仕上げるんだったらもうやっぱりオフホワイトかベージュが鉄板ですね。ではでは次の布いってみます。鉄板のオフホワイトベージュで、あとはこう色味が近い黄色ですね。これももうしっくり、あとこの水色がポイントです。ブルーとオレンジって補色の関係なんです。なのでどちらかといえばオレンジっぽいこちらの生地にこう水色合わせてもいいのかなと思います。あと落ち着いた中に可愛さ出すって言ったらもうショッキングピンクって本当にこうぴったりしっくりくるんです。あとはこの黄色系に相性がいいのはやっぱりこう緑ですよね。緑はもう相性いいと思います。青系で落ち着かせるならこの赤みがかった紺色が私はおすすめです。こちらの布は先ほどの布とこう色系統が似て、まあ色の濃い部分が増えたっていう感じなので同じようなファスナーは合います。先ほどもあった黄色や緑のファスナーすごくしっくりくると思います。この白い部分のこの面積が少なくなったのでこのオフホワイトとかが着てもこうパッと明るい感じでいいのかなと思います。落ち着いたブルー系も合います。でもこの生地に白い布の面積が少なくなったので水色はちょっと浮いちゃってこっちのやっぱり落ち着いた方の方が合うと思います。こちらが最後の布になります。もうこれはねいろんな色入っていますから、でこの面積広くてどこにファスナーを合わせるかでもまあちょっといろいろこう変わってくると思います。もうこういう時はこう青系だいたい全体的に青っぽい感じなのでそれに近い色のファスナー持ってくるのいいかなと思います。あと、まあ、黄色はこうポップな印象を出すのにもう鉄板ですし、白とかもこの生地の印象が爽やかなので合うと思います。でちょっとこう落ち着かせたいならオフホワイト、まあ、白もオフホワイトももう好みで OK です。赤ピンク系も合わないことないと思います。ピンクだったらショッキングピンクとかこういう濃いピンクの方が
まあ大人っぽさは出てくるんじゃないかなと思います。この布は本当にファスナーの色を選ばなくてもどの色でも割と合っちゃう布だと思いました。こちらが割と常備しているファスナーです。で、1本選ぶとしたらオフホワイトがなんだかんないって一番いいかなと思います。1本だけ選ぶとしたらです。この2つのポーチに使ったようなファスナー、こんなファスナーもあります。布に合わせてファスナー選ぶのとっても楽しいです。皆さんもいろいろ合わせて楽しんでみてください。